創薬研究、それは薬になるかもしれないという物質が見つかってから医薬品として患者さんのもとに届くまでには途方もない時間と技術が必要になる。それはちょうど誰も登ったことのない山の頂上を目指すことにも似ている。その道のりにはいくつもの難所が行く手を阻んでいる。それらの試練を乗り越えて登頂に成功し、初めて私たちの手元に届く薬ができるのだ。日本ではそれらの障害を乗り越えるためのシステムが整っていない。理化学研究所はこの難題に取り組むため新たなシステムを作った。それが創薬医療技術基盤プログラム。このプログラムによって次々と成果が上がろうとしている。それぞれの創薬研究の進行を統括する役割のベースキャンプはプログラムマネージメントオフィス。研究を支え、またその進行を見守る。創薬のテーマが選ばれ、プログラムマネージメントオフィスからマネージャーが配置される。それぞれの研究開発の進行に合わせて適材適所、必要とされる理研の専門チームの研究者を研究スタッフに加えてグループを作る。専門チームは理研ならではの研究実績、スペシャリスト、スプリング8やスーパーコンピューター K など先端の研究設備によって構成され、創薬研究の進行に合わせて研究の展開を支えていく。こうして創薬の道のいくつもの死の谷や難所、理研の創薬システムが研究を支え、プロジェクトとして医薬品の実現というピークを目指す。基礎研究で薬の種を持つ大学、研究機関やバイオベンチャー企業と、それを医薬品として利用できるようにする製薬メーカーとの橋渡しをし、共に歩む。この間理化学研究所の計算科学 K とか、それから高機動 X 線装置スプリング8などを使ってかなり技術の高い世界でもトップレベルの創薬研究ができていると思います。世の中には難病で苦しんでおられる患者様もたくさんおられますので、そのような方になるべく早くイノベーションとして届けられるように頑張りたいと思います。かつて多くの研究者たちがさまざまな困難を乗り越えて未知を明らかにしてきたように、理研の創薬研究は一つ一つ未踏のピークを目指していく。